第一回十字軍によるアンティオキア行為戦十字軍とは中世に西ヨーロッパのカトリック教会の諸国が聖地エルサレムをイスラム教諸国から奪還することを目的に派遣した遠征軍のことである。一般には上記のキリスト教による単イスラーム遠征軍を指すがキリスト教の遺憾に対する遠征軍などにも十字軍の名称は使われている。実態は必ずしも キリスト教の大義名分に当てはまるものではなく、中東にすでにあった諸教会の教区が否定されて、カトリック教会の教区が各十字軍の進行後に設置されたほか、第四回十字軍や北方十字軍などでは、正教会も敵として遠征の対象となっている。また、目的地も必ずしもエルサレム周辺であるとは限らず、第四回以降は、 イスラム最大勢力であるエジプトを目的とするものが多くなり、最後の十字軍とされることもある第8回の十字軍は、北アフリカのチュニスを目的としている。十字軍の遠征路8回のうち、第3回、第4回、第7回、第8回は、主な遠征路が回路となっている。なお、第5回と第6回は頭上に示されていない。トルコ人のイスラム王朝であるセルジューク朝に、 アナトリア半島を占領された東ローマ帝国の皇帝アレクシオス一世イコムネノスがローマ教皇ウルバヌス二世に救援を依頼したことが発端。この時大義名分として異教とイスラム教国からの聖地エルサレムの奪還を訴えた。皇帝アレクシオスが要請したのは東ローマ帝国への傭兵の提供であり十字軍のような独自の軍団ではなかった。 ウルバヌス2世は1995年11月にクレルモンで行われた教会会議の終わりに集まったフランスの騎士たちに向かってエルサレム脱会活動に参加するよう呼びかけた。彼はフランス人たちに対して聖地をイスラム教徒の手から脱会しようと呼びかけ、父と密の流れる土地かなんという聖書由来の表現を聞いて軍隊の派遣を訴えた。なお、 本校では十字軍の回数を八回とする。解釈によってその回数には、差異がある。第一回から第四回までは、多くの歴史記述で共通であるが、例えば第五回を数えない説があったり、第六回は、波紋皇帝による私的な十字軍として数えない例も、あった。1270年の西欧、類の出生まで八回とすることが多いが、異論もある。なお、 回数で名付けられている主要な十字軍のほか、個々の諸公が手勢を引き連れて聖地に遠征する、小規模な十字軍も多く存在した。また、巡礼で聖地に到着した騎士や兵士が現地で、イスラム勢力との戦闘に参加するのも、聖地にそのまま住み着いた騎士らや聖地で生まれ育った、遠征軍の末栄らが作る十字軍国家が、継続的にイスラム諸国と戦うのも、十字軍である。 その他、第1回十字軍時の庶民十字軍、少年十字軍、羊飼い十字軍などの大小の民衆十字軍が起こっている。詳細は民衆十字軍を参照院者ピエールに率いられた民衆十字軍クレル門公会議の決定を受けて、ヨーロッパ各地の諸公や騎士は遠征の準備を始めたが、十字軍の熱狂は民衆にも伝染し、1096年、 彼らの出発する数ヶ月前に、フランスで説教師のアミアンのインジ者ピエールに引きられた、民衆や下級騎士の軍勢4万人がエルサレムを目指して出発した。これが民衆十字軍と呼ばれるものである。民衆十字軍は登場の途中で、ユダヤ人を各地で虐殺し、ハンガリー王国やビザンツ帝国内で衝突を繰り返しながら小アジアに上陸したものの、統制の取れていない上に、 軍事力も弱い民衆十字軍は、ルームセル十ュ軍ークのクルチ・アルスラーン一世によって、蹴散らされ、多くの者は殺されるか奴隷となり、何ら軍事的成果を上げることもなく崩壊した。しかしピエールラ国一部は生き延び、第一回十字軍へと、再び参加した。エルサレム後遺戦勝祭は、第一回十字軍を参照セル十ク朝の圧迫に、苦しんだ東ローマ帝国皇帝アレクシオス一世。 コムネノスの依頼により、1095年にローマ教皇ウルバヌス2世がキリスト教徒に対しイスラム教徒に対する軍事行動を呼びかけ、参加者には名にが与えられると宣言した。この呼びかけに応えた騎士たちは1096年にエルサレム遠征の軍を起こした。同年12月には各地から出発した諸公はコンスタンティノープルに集結したものの、 民衆十字軍の集大を見ていた東ローマ皇帝は彼らに真を置かず、十字軍に進化の誓いと宮帝国領の返還、聖地周辺の征服時には新国家を東ローマの総主権下に置くことを求めた。これを飲んだ十字軍は二階や後位戦やドリライウムの戦いなどでイスラム軍を撃破し、アナトリアからシリアへと進軍していった。 途上、イスラム教徒支配下の都市を攻略しつつ、エルサレムを目指した。この過程で十字軍による略奪、虐殺、交換があったとされる。イスラム教徒の諸領主は十字軍に対し無意無策であり、連合して応戦することもできず壊滅した。一方、十字軍側も分派や内部対立が目立ち始めた。1098年には、 ブルゴーニュハクボード案が、東方のユーフラテス川上流部のエデッサに分派して、進軍し、エデッサ白国を建てた。本体は1097年から1098年に、かけて、シリア北部の大都市アンティオキアで、アンティオキア後為戦を戦い勝利したが、主要な将軍の一人であるボエモンがここに留まって、領主となる姿勢を見せ、ボエモン一世となった。残る本体は、 レーモン・サンジルとゴドフロワド・ブイヨンらに引きられてなおも難化し、1099年、軍勢はついにエルサレムの征服に成功した。エルサレムにおいて十字軍は、キウチのイスラム教徒やユダヤ教徒の虐殺と略奪を行った。その後、ゴドフロワド・ブイヨンがエルサレムの王となり、レーモンは海岸部のトリポリの白となった。この十字軍の結果、 シリアからパレスチナにかけての中東地域にエルサレム王国、エデッサ博国、トリポリ博国、アンティオキア公国の主要4国をはじめとするいくつかの十字軍国家が作られた。1101年の十字軍、編集詳細は1101年の十字軍を参照この成功に刺激され、1101年にも大規模な聖地遠征が行われた。この集団は各国から集まった。 庶民、第一回に従軍した領主や兵士が含まれていた。数団体に分かれて、コンスタンティノープルを経由して陸路から小アジアに侵入したが、イスラム国家の連合軍の攻撃により壊滅し、逃走、多くが死亡するか奴隷とされ、回路を迂回するなどして聖地にたどり着けたのは、少数だった。ノルウェー十字軍、編集詳細は、ノルウェー十字軍を、 参照1107年の秋から1110年にかけて、ノルウェー王、シグル一世は直々に60隻の船とお,およそ5000人の兵を率いて聖地に向かった。シグル一世は聖地に十字軍として向かった、最初の欧州の王である、各地の統治者の助力を得ながら、英国からジブラルタル、地中海そして聖地へと航海をし各地で、イスラム勢力と交戦、略奪を繰り返しつつ、 1110年に聖地に達した。このノルウェー十字軍は、以前のバイキングの行動に類似しているが、キリスト教的目的もある、程度達成している。その後一行は、コンスタンティノープルから陸路で、欧州を縦断し、航路のブルガリア、神聖ローマ帝国、デンマークなどの助力を得つつ、1113年にノルウェーに帰還した。詳細は、第2回十字軍を、 参照1142年のヨーロッパの情勢。しばらくの間、中東において十字軍国家など、キリスト教徒と、軍省の都市からなるイスラム教徒が共存する状態が続いていたが、イスラム教徒が盛り返し、1144年にザンギーが、エデッサ博国を占領したことで、ヨーロッパで危機感が募り、教皇をエウニニュース三世が呼びかけて結成された。当時の名説教家、 クレルボーのベルナルドスが、教皇の頼みで各地で勧誘を行い、フランス王類七世と新世ローマ皇帝コンラート三世の二人を、指導者に多くの従軍者が集まったが全体として統制が、取れず、大きな戦果を上げることなく、小アジアなどで、ムスリム軍に敗北した。辛くもパレスチナに到着した軍勢も、当時十字軍国家と友好関係にあったダマスカスを攻撃したが失敗し、 フランスオーラは撤退した。詳細は、第3回十字軍を参照イスラム諸国の英雄、サラディン1187年に、アイユー部長はジハードを宣言。アイユー部長の始祖でありイスラムの英雄である、サラーフッティーンは、同年7月のヒッティーンの戦いで、現地十字軍国家の主力部隊を壊滅させ、10月には、およそ90年ぶりに、エルサレムがイスラム側に占領、奪還された。 その後も、サラディンの軍は、改進撃を続け、同年中には、アンティオキア、トリポリ、トルトザ、ティールスの四種とクラックでシュバリエなど、若干の要塞を除く十字軍国家のすべてが、アイユー部長の手に落ちた。この状況を受け、強行グレゴリウス8世は、聖地裁奪還のための十字軍を呼びかけ、イングランドの出身のリチャード1世、フランス王フィリップ2世、 神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世が参加した。フリードリヒ一世は1190年にキリキアで川を渡ろうとしたところ、落馬し、鎧のために歴史した。後を継いだイングランドとフランスの十字軍が1191年にアッコンを奪還した。その後、フィリップ二世は帰国し、リチャード一世がサラーフティーンと急戦協定を結んだことで、聖地エルサレムの奪還は、 失敗に終わった。しかしエルサレム陥落とヒッティーンの戦いの後遺症は大きく、以後十字軍国家は主政に回ることとなった。詳細は第四回十字軍を三章十字軍のコンスタンティノープルへの入場ローマ、教皇インノケンテウス三世への呼びかけにより実施、エルサレムではなくイスラムの本拠地エジプト攻略を目指す。しかし都公費にもことかくありで十字軍の輸送を 受け負った、ベネツィアの移行を受けて輸送量の不足分支払いのため、ハンガリーのザラを攻略、同じキリスト教国を攻撃したことで教皇から破門される。ついで東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを征服。この際十字軍側によるコンスタンティノポリス市民の虐殺や略奪が行われた。フランドル博ボードアンが皇帝になり、ラテン帝国を建国。やむなく教皇は追認し、 さらに、エルサレムを目指し遠征する、要要請するが実施されなかった。東ローマ帝国は一旦断絶し、東ローマの皇族たちは、旧東、ローマ領の各地に亡命政権を樹立した。なお、このコンスタンティノポリスの攻防をめぐっては、ジョフロア・ドビル・アルドゥアンとニケタスコ・ニアテスという二人の優れた歴史家が記録を残していることでも知られている。詳細は、第五回十字軍を、 三章第5回十字軍のアンドラーシュ2世、エルサレム国王ジャンドブリエンヌ教皇ホノリウス3世の呼びかけに応じたハンガリー王アンドラーシュ2世、オーストリア皇、レオポルト6世らが、エルサレム王国の国王ジャンドブリエンヌらとアッコンで合流し、アンドラーシュ2世は帰国したものの、レオポルトやジャンダはイスラムの本拠であるエジプトの攻略を目指した。1218年にエジプトの開港、 ダミエッタを包囲し、1219年に攻略。ここでアイユーブ・朝側は、旧エルサレム王国領の返還を申し出たのだが、あくまでも戦闘を続け、エジプトの首都カイロを落とそうとする、ス奇キ教、ペラギウスと、レオポルトやジャンが対立し、レオポルトやジャンは帰国。1221年には神聖ローマ皇帝の、フリードリヒ2世からの援軍を受け攻勢に出たが、 エジプト軍を打ち破ることができず大敗し、ペラギウスら残る全軍が捕虜となって十字軍は失敗に終わった。詳細は、第6回十字軍を参照フリードリヒ2世と、アルカーミルの交渉フリードリヒ2世、左から2番目の人物アルカーミル、中央の人物グレゴリウス9世は、十字軍実証、を条件に体感した神聖ローマ帝国の皇帝。 フリードリヒ2世に対して、たびたび遠征を催促していたが、実施されないためフリードリヒを破門した。1228年になって、破門されたままフリードリヒは、遠征を開始。ゆえに、破門十字軍、フリードリヒ十字軍とも呼ばれる。当時エジプトアイユー部長のスルタンアルイコールカーミルは、内乱に悩まされており、フリードリヒの巧みな外交術もあって、 戦闘を交えることなく1229年2月11日に平和条約を締結。フリードリヒは、聖墳墓,墓教会は、キリスト教徒に返されるが、生まれのモスクとアルアクサンはイスラムが保持するとの条件で、エルサレムの統治権を手に入れた。教皇グレゴリウス9世は、カトリック教会を破門されたままであった皇帝。フリードリヒ2世が、エルサレムの王となったことを口実に、 フリードリヒに対する十字軍を実施したが皇帝軍に撃退され、1230年にフリードリヒの波紋を解いた。1239年から1240年にフランスの諸侯らが遠征したが、第6回十字軍と同じく戦闘は行わないまま、アイユー部長との交渉によってガリレア地方とアスカロンを獲得し、帰還した。詳細は、 第7回十字軍を参照をアルカーミルの死後、1244年にエルサレムがイスラム側に攻撃されて陥落、キリスト教と2000人余りが殺された。これを受け、1248年にフランスのルイ9世が十字軍を起こす。ルイも第5回や第6回と同じくイスラム教国中最大の国家であるエジプトへと遠征し、開港、タミエッタを占領するが、 さらに南の首都回路を目指す、途中の1250年2月に、マンスーラの戦いにおいて、IU 部長のサーリーフに敗北して捕虜になった。交渉途中にサーリーフは死亡し、サーリーフの維持の政権は、軍人集団のマムルークのクーデターによって打倒され、新たに成立したマムルーク長にルイは、莫大な賠償金を払って釈放された。詳細は、第八回十字軍を参照フランスのルイ九世が、 再度出兵。当時ハフス朝の支配下にあった北アフリカのチュニスを目指すが途上で死去。1291年のアッコ根包囲性を描いた油絵。城壁上で斧を振り上げる赤い外衣が聖ヨハネ騎士団員。その横で槍を振るう白い外衣がテンプル騎士団員である。1845年ドミニクルイ・パプティ作。詳細は第9回十字軍を 参照第8回からの一連の流れにあるため、第8回十字軍の一部として独立した十字軍とは、みなさない場合がある。マムルーク朝の第5代スルタンとなったバイバルスの下でイスラム側は攻勢を強め、1268年にはアンティオキアを陥落させて、アンティオキア公国を完全に滅亡させた。この時バイバルスが、アンティオキア住民のすべてを殺害、または奴隷にし、 都市を完全に破壊した。これが、キリスト教権を刺激し、1271年に、イングランド大使エドワードとルイ9世の弟、シャルル・ダンジューがアッコンに向かったが、マムルーク朝の勢力の前に成果を収めず撤退した。以後、デバントにおける十字軍国家は縮小の一途をたどり、1289年には、トリポリハ国が滅亡し、1291年には、 エルサレム王国の首都アッコンが陥落して、残余の都市も相当され、ここに十字軍国家は全滅した。ヨーロッパ側がエルサレムを確保した期間は1 9 9 9年から1187年、および1229年から1244年ということになる。一般的に十字軍といえば、上記のエルサレムやイスラム諸国を目指した十字軍を、さすが、十字軍とは、教皇が呼びかけ、 参加者に職有を与える、軍事行動に与えられる名称であるため、上記の他にも様々な十字軍が行われた。これらの十字軍を大別すると、の四つに分けられる。上記のエルサレム十字軍や、レコンキスタなどは、キリスト教権の回復。アルビジョア十字軍は、異端討伐。北方十字軍は、異教徒への不況征服に該当する。詳細は、レコンキスタを参照イベリア半島においては、 キリスト教国だった西郷王国が711年に、ウマイヤ朝に敗れて滅亡した後、北部のキリスト教勢力と中南部のイスラム勢力とが交争を繰り返していた。1031年に後ウマイヤ朝が滅亡すると、キリスト教勢力の難進が進み、この中で1064年に、教皇アレクサンデル二世によって、初めて異教徒との戦いに職有が与えられ、以後の十字軍にも取り入れられた。 パレスチナ十字軍の開始後も、歴代教皇は度々、イベリア半島に十字軍を戦し、中でも、教皇インノケンテウス三世が1212年に、イベリア半島の諸キリスト教国家の戦闘停止と、ムワヒド朝に対する一致団結を求めた十字軍は、同年のラスナバスデトロサの戦いに勝利を収め、以後キリスト教勢力は、急速に勢力を拡大して1251年までに、 グラナダのナスル朝を除くすべてのイベリア半島を手中に収めた。詳細は北方十字軍を参照バルト海方面でも異教徒や聖京都に対する北方十字軍が行われた。画像は1938年製の映画アレクサンドルネフスキーにおいてプスコフでの駐屯騎士団が再現されているもの。バルト海沿岸には古来、ベンドジュニアコプロイ先人、エストニア人、 リトアニア人といったヒキリスト教徒が居住していた。第二回十字軍が提唱された時、ドイツ北部の諸公はエルサレムではなく隣接するこの地域への出兵を望んでいたため、1147年にこれらの北方位教徒への十字軍が認められ、ベンド十字軍が行われた。その約50年後、1193年に教皇クレメンス3世が再び、 バルト海沿岸のヒキリスト教徒に十字軍を戦し北方十字軍が開始された。当初は、リボニア体験騎士団、やがてパレスチナより、イスラム教徒によって追放され、北待と転身したドイツ騎士団によって、毎年十字軍が行われ、この地方にドイツ人の植民が進んだ。詳細は、アルビジョア十字軍を、参照1209年、南フランスで盛んだった。 一旦カタリ派を制伐するために、ローマ教皇インノケンテウス三世が呼びかけた十字軍。レスター・ハクシモンド・ドモンフォールに率いられた十字軍は、各地で殺戮を行い、これに反発した南フランス諸行の反撃はあった。ものの、フランス国王ルイ八世の主導のもと十字軍は、南フランスを制圧し、1229年に終戦した。ロンドンのウェストミンスター宮殿にある、 リチャード一世の像十字軍は、キリスト教圏の諸侯からなる大規模な連合軍であった。宗教的な情熱が強かったはずの第一回十字軍ですら、エデッサ白国やアンティオキア公国などの領土の確立に走るものが出ており、第四回十字軍に至っては、キリストのリマサ教会国家である東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスを攻めようとして、ラテン帝国を築くなど、 動機の不純さを露呈している。のみならず、同じカトリックの国であるハンガリーまで攻撃し、教皇に波紋宣告されている。そして、イスラム教徒やユダヤ教徒など、異教の者へは、虐殺をためらわず、マーラ行為戦では、双方の記録で、十字軍による職人が記録されている。また、ギリシャ正教など、他の宗派に属する者も霊遇した。もともとは、 エルサレムの回復を目的としていた十字軍であるが、後には、キリスト教徒から見た、異教徒やローマ教皇庁から異端とされた教会や、地方の討伐軍をも十字軍と呼ばれるようになった。このような例としては、アルビジョア十字軍などが知られており、ヨーロッパにおいても非難されることになる。また、十字軍は、純粋に軍人だけで構成されていたわけではなかった。者のにも巡礼者や女、子供、 勝負など雑多な人間が混じっていた。騎士は巡礼者らの保護に努めたが、戦闘時には足手まといになる場面が見られた。十字軍と共にエルサレムを目指す民間の巡礼者の運動も活発化したが、その純粋な信仰心が報われることはほとんどなく、途中で命や財産を奪われる者が多かった。ローマ教皇庁は二百七十年から十字軍についての意見調査を行っている。 調査結果には、類休制の死は、神の意志であるとするものや、不信心者は殺すのではなく改心させるべきとするものなど十字軍に否定的な意見が多数含まれていた。また、犯罪者が刑罰から逃れるために従軍していることから、一般人から十字軍参加者そのものが罪人とみなされていること、名誉を重んじる者が参加したがらないということも明らかにされた。十字軍が、 同じキリスト教徒に対しても行われたことは悪夢とみなされていた。これらの調査結果を受けて、グレゴリウス十世は聖地奪回のための新たな十字軍を計画しなかった。クラックで縛りへ、西洋羽根騎士団によって建設され、当時の十字軍国家最大最強の要塞であった、平時において十字軍の成果を維持し続けていたのが十字軍国家である。 現地において建国された4つの十字軍国家においては、彼らの軍事的根源地である西欧から遠く離れ、イスラム教徒に囲まれた最前線にあることから、強力な軍事力が常に求められた。これらの十字軍国家においては、当初は西欧と同じ封建制による貴族や騎士による軍事制度が敷かれたが、第一回十字軍に参加した騎士の多くが、帰国するなど当初から軍事力は、 不十分なものであった。これを補うために、西欧からの移民が求められたが、1101年に出発したこの武装移民団は、陸路移動の途中で、イスラム勢力によって粉砕され、以後も大規模な移民団が来ることは、ほとんどなく、西欧人、ひいては軍事力の不足状態は続いた。もっとも、巡礼としてやってきた人々が移民としてそのまま、居住するようになることは多く、 西欧系の住民の補充は続いていた。1120年代からは入植者の増加が始まり、1180年代には十字軍国家におけるヨーロッパ人の人口は10万人から12万人にまで膨れ上がり、ヨーロッパ系の入植新村も建設されるようになった。しかし、それでもヨーロッパ系は全人口の20%程度にとどまり、イスラム教徒と対抗する。 軍事力の基盤とするには不足であったことに違いはない。これを補うために作り出されたのが、騎士修道会であり、1119年に創設された、テンプル騎士団と1113年に認可された、西洋羽ね騎士団、そしてそれにやや遅れて1199年に公認されたドイツ騎士団の三大騎士団が、エルサレムや十字軍国家内に駐屯し、実質的な常備軍として、 キリスト教諸国家の防衛に当たった。この地方に土着した貴族たちは、イスラムの文化を少しずつ受け入れ、次第に、イスラムに融和的な姿勢を取るようになっていった。これに対し、西方から新たに十字軍としてやってきた将兵はイスラムに、敵対的な対応、十字軍は、キリスト教側の故障であり、イスラム教徒側は、フランクの信仰と認識していた。イスラム教徒の支配する中東は、 中小の豪族が軍有拡挙しており、互いに利害は一致しなかった。このことが、所詮で数に劣る十字軍への敗退が相次いだ原因だった。イスラム教徒の反撃の端緒とされるザンギーやヌールッティーンは、大義名分として、イスラム教勢力の統一とキリスト教徒撃退を上げるようになるが、主要な敵はなお他のイスラム地方政権だった。 イスラムの聖戦との認識が広まってきたのはサラーフティーンがイスラム勢力をほぼ統一しエルサレムを陥落させる前後からで第3回十字軍との戦いを通して確立されていったがその後も第6回十字軍の時のように状況によってはキリスト教徒と妥協や共存することに抵抗を持っていなかった2017年現在でも十字軍はイスラーム過激派からは 目の敵とされているという意見はある。1291年には最後の拠点悪根を失ってエルサレム王国も滅亡し、すべてのパレスチナはイスラム勢力下に入った。ただし、その後も小規模な遠征の事例があり、十字軍の名が関されているものの、本来の十字軍とは区別されている。その後、1453年にオスマン帝国の台頭によって、 東ローマ帝国が滅ぼされると、ローマ教皇ピウス2世は、熱心に十字軍を提唱し、応じる国は少なかったが、1464年には、教皇自ら十字軍の出発地とされたアンコーナに、赴いている。この地で教皇が制御したため、直ちに遠征は中止された。1683年の第二次、ウィーン包囲失敗によるオスマン帝国の敗走によって、 ローマ教皇インノケンティウス11世は、オーストリア、ポーランド、ロシア、ベネツヤアに申請同盟を持ちかけている。これは十字軍の名で語られていないが、意図するものがあった可能性がある。現在のエルサレムは、事実上のユダヤ教国であるイスラエルの支配下にある、1947年、国際連合によって東西に分割され、国際管理地域とされた。しかし、 1948年、第一次中東戦争で、西エルサレムをイスラエルが、東エルサレムをヨルダンが占領した。1967年、第三次中東戦争で、東エルサレムもイスラエルが占領した。2010年現在、西エルサレムはイスラエルが実効支配し、パレスチナ自治政府が領有を主張する東エルサレムの占領も続けている。イスラエルは、 エルサレムを首都としているが、アメリカ合衆国を除く国連の主要国は、エルサレムを首都と認めていない。ありがとうございます。